台風13号が県内の広い範囲を強風域に巻き込みながら北西に進んでいて、奄美大島には今日夜の初め頃にかけて最接近する見込みです。台風13号は沖縄県の南大東島の北北西にあって、県内の広い範囲が風速15メートル以上の強風域に入っています。今後台風は発達しながら北西に進み、予報円の中心を進んだ場合、今日夜の初め頃にかけて暴風域を伴って奄美地方に最接近する見込みです。台風の影響で避難に時間を要する人に早めの避難を呼びかける高齢者等避難が、大和村、瀬戸内町、和泊町、千名町、与論町、徳之島町に発表されています。明日正午までに予想される24時間雨量は、多いところで奄美地方北部と南部で150ミリ、種子島・屋久島地方120ミリなどとなっています。暴風に厳重に警戒し、土砂災害や低い土地の浸水などに警戒してください。